まあ、申し訳ない気持ちがもちろんありまして、はい、で一人一人今何件か行ったりはしてる、会ったりはしてるんですね、人とは。去年4月、2番目に多い票を獲得して宮崎市議会議員選挙に初当選した西本誠被告。常に見られていると危機感を持って今後は行動活動してまいりたいと思います。4000人を超える市民からの付託を受けて当選した西本被告ですが、去年9月、知人女性に性的暴行を加えたなどとして不同意性交等致傷の罪で逮捕・起訴されました。去年12月、保釈された際には、この度は本当に申し訳ございませんでした。今日はここまでにして、後日記者会見を開きますので。保釈からおよそ2ヶ月が経った先週、西本被告は議員を辞職。そして今日、保釈後初めて MRT のインタビュー取材に応じました。2ヶ月間会見を開かなかったことについては、今ちょっと時期を考えましょうという意見と、はい、やりましょうという意見とで分かれてたので、で僕的にはやってなかったんですね、はい、で一人のことじゃないので相手様もいるので、またそこでまた自分が喋ることによって、やはりまだ二次被害になったり、はい、三次被害とかなることを考えてやってなかったんです、はい、逮捕されてから410万円余りの議員報酬が支払われたことについては、で自分的にはもらいたくてもらってるっていうわけじゃなかったので、やっぱ止めれないということもありますし、止めてほしいというのも止めれないということがあるので、はい、もうこの前ずっと泥棒と言われても仕方ない、うん、じゃあ何らかの形で市民にお返しをしようっていう気持ちがあるってことですか。あ、それはあります、あります。あ、その方法はもともとね、出れてないのに、はい、出れてないの欲しいって、それは全くもとも最初からないので。また西本被告は今月下旬からSNS でのライブ配信を実施。ちょっと待って、ごめんなさい、この中で刑務所と少年に行ったことある人、ちょっとはいって手を挙げてください。配信では事件に関連する話も。そう、 LINE がね、全部ね、この前ちょっと警察署にいろいろ行った時にね、一回全部消したんですよ、来てたやつを。でも俺思うけど、世の中に冤罪っていっぱいいると思う。いや、俺がじゃなくて、うん、こうした西本被告の動きに対し、市民からは怒りの声が。全く問題外。非常に不愉快ですよね。 SNS で謝るんじゃなくて、ちゃんとしたなんていうんですかね、場は、うん、をやっぱり会見をするべきかなってやっぱり思います、うん。ライブ配信を行った理由について西本被告は、自分が、ね、あの最初暴力してないよって言ったと思うんですね、はい、でじゃあなんで認めたの、じゃあ嘘つきだったの、はい、みたいな思う方が、はい、まあ、これ以上あれだと、まあ、自分のルーツでやはり、ね、あの切り取られたりもして一部しか流せないなら、自分は自分で言っていい内容までいいのかなっては思ってましたね。裁判を控える西本被告、初公判は5月中旬に開かれる予定です。